嘘は嘘であるとか、見抜けるる人ででないいと難ししものがあるでしょうねそれのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いた、あですの写像って、撮つことやめてもらっていいですか、それ明らかにゃなって、あなたの感想ですよね、なんかそういうデータあるんですかあそれはでも、そういうふうにしか理解ができない知能の皆さすあ、ごめんなさい。<laughs> ビッコ流出って何ビットコイン流出ってことまずその、ヤカラインメルセデスも、その DMM からビッコ流出も僕分からないんで、あの、コメントに頼っていいですか <laughs> あの、まずヤカラインメルセデスが何なのかっていうのと、あとその、ビッコって何これビットコインが流出したとかってそういうことでも、なんか最近その仮想通貨系の証券所でも、ビットコイン流出あんまないってことですかあ DM ビットコイン流出したんだ。482億円が不正流出。マジで。お、すごいね。ほ、は、ー、あ。え、どうやって全額保証すんのえ、482億もキャッシュなくね取り付け騒ぎにならないこれ、どういうことだ流出してるけれども、えっ、ー、と、それ自体が、そのつ、 使えないようにしてるって、時間が経てば回収できるっていう、そういうことなのかな、さすがにキャッシュで482億円もないと思うけど、だからとりあえず、そういう発表しといてその、安心だよねという形で取り付け騒ぎが起きないようにしてるっていうことなのかなビットコインの決済確定にかかる平均時間は、直近で27分。 仮想通貨に精通してると自称してビットコインの決済時間を知らないなら嘘つきですよね、もしくは、人をだまそうとしてごまかしてるとかですかね。いやー、厳しいと思うけど、これ、そうなんだ、すごいね。ええー、いや、だからね、仮想通貨の証券取引所はね、 リスク高すぎるんですよね。昔、その、某、あの、ブラジルっていう会社で仮想通貨の証券取引所をやろうかみたいな話を社長の竹中さんとしたことがあるんですけど、やっぱあの、本気で、要はその、480億円が儲かるんあれば、その犯罪に10億円かけても全然得するんですよね。で、そうすると、じゃあ、例えばじゃあ、その証券、そのなんか仮想通貨の証券取引所を作りました。 で、作って役員を全員さらって脅すのが5億円かかりますって言っても5億払ってもいけねえってなっちゃうんですよ。要はその、そこのスタッフって、まあ日本の会社ってやっぱりスタッフってある程度頑張れば、 顔わかるんですよ。まあ、こういう CTO の人がいますよとかって平気で顔出してるじゃないですか。で、役員これですよって。で、じゃあ、そこの家族をさらってきて、で、そのパスワード教えなかったら家族順番に殺すぞっていうと、多分、あの、こっそり情報をくれる人は何人かいると思うんですよ。 で、そういう感じで、じゃあその情報責任どうなってんのって調べて、で、じゃあ最後に、じゃあこれ、じゃあこのパスワードをこっそりどっかでなくしてくれたら、後の方全部やるので、誰が情報を流出したかわかんないし、あなたの家族も安全ですけどいかがですかっていうのをやると、多分できると思うんですよ。で、必要経費もね、奥そんなかかんないと思うんですよね。っていうのがあったりするので、なのでリスク高すぎるから、これってやっぱ、 ちゃうよねっていうのがあってこれは無理だなっていうので僕ら諦めたっていうのがあるんですけど世の中には特定の仮想通貨を進めるコンサルという詐欺師がいるんすね自分が買ってる流通量の少ない仮想通貨を他人に買わせて売り逃げだと思いますがマイナーな仮想通貨に大金を突っ込むのを勧めてくる人は全員詐欺師だと思った方がいいですよなのではいそ,そういう意味でやっぱその仮想通貨の証拠 あの、仮想通貨取引所ってやっぱりリスク高すぎるんですよ。そのリアルの株式とかって、じゃあそのクラッキングされました。で、そのなんか株の取引がキャンセルになりましたって言っても、最終的にはじゃあその証券取り、その証券会社経由で、その証券取引所の方のデータっていうのが漏れてなければ、その証券所の、その、まあそう株は動かなくて、そこの証券、 そのあの、例えば SBI 証券とかあったら、その SBI 証券の個人が持ってる口座のお金をどこかの口座に送金するぐらいしかできないんですよ。でもその銀行に足ついちゃうので、じゃあ銀行にその10億円送金しましたって言っても、じゃあそこって、 その、凍結させようみたいなのって、その日のうちにできたりするんですよね。なので、実際じゃあ、10億円を今度じゃあ、どっかに振り込もうと思ってもオンラインではできないので、支店に行って、この10億円を別の口座に振り込みたいですって言ったら、なんだこれっていうので、やっぱチェック入ってしまうので、なので、その、現金を、他の証券会社とか銀行から取ったとしても、なかなか手元に自分の使えるお金として持ってくるのってすごく難しいんですよ。信者の多い詐欺師の最近の手口、詐欺師、仮想通貨を買う。 この仮想通貨上がるよと信者に言う信者が買い価格が上がる詐欺師売り抜け詐欺師上がったでしょう次はこの仮想通貨が上がるよ以下ループ株式だとしてという違法行為ですが仮想通貨では捕まらないんですよねでも仮想通貨の場合ってその足がつかない形で口座に移してそれをちょっとずついろんなところで下ろすっていうのが結構できちゃったりするんですよね。 だから前にもあの仮想通貨があの盗まれたときに、あの多分この後起こることとして、めちゃめちゃ大量の口座にいろいろ通貨ばらまきまくりますよっていうのを僕言ったと思うんですけど、でその通りになったんですよ。ではその 全然普通の人も含めて大量にその仮想通貨をばらまいてしまうと全員逮捕しましたって言って逮捕してみたら全員普通の人っていう可能性があるんですよね。要はその商売してますとかじゃあツイッターとかであのその仮想通貨の口座これですとか書いてる人いるのでそこら辺の人が100人ぐらいにバーって仮想通貨をばらまいてで全員逮捕するわけにいかないじゃないですか。で多分2回目3回目とかになるとそのうち調査されなくなるので3回目ぐらいに自分の口座に書くみたいな。 っってていいう感じででくと割と割捕まらなななそれなりに大きな金額を返すって結構できちゃったりするんですよね。っていうのがあったりするので仮想通貨周りはやっっぱりちょととハードル高いんんじゃないかなと思うんですよねビットコイン市場は短時間に売り注文を入れまくって価格が崩壊したら買い戻すとか株式市場では違法な相場操縦の規制ができないそういう荒らわざをやり続ける業者は儲け続けて一般人は食い物にされるだけだと思うんですが反論があるなら教えてください。 えー、20歳男です。友人からマーケットピークという毎月インもらいながら暗号通貨の休業を受けて、それを人に広めて、コココママスへるという事業を稼げるというで進められました。調べたところ、ドバイから始まり、日本であまり普及してない様子です。ただし、実態があまり分からないので、正直何らかの詐欺だと思ってますが、ひろゆきさん、どう思いますか、えっと、僕もよく知らないですけど、何らかの詐欺なんじゃないでしょうか。はい、あの仮想通貨は基本的にはあの人に勧める必要ないんですよね。儲かるのであれば。 結局その,あの本当に儲かるのであれば別に他人に住めないで自分で買って上がったのを待てばいいんですけどあの仮想通貨ってじゃあ自分が仮想通貨買いました周りにこれ儲かるよって言いますで誰かが買ったでそうすると仮想通貨の価格が上がるので自分が得をするんですよ。なのでこれ儲かるよって宣伝して広めてる人って仮想通貨の場合基本的に自分が得するために他人に買わせようとしてるババ抜きをしてる人なんですよね。 なので、じゃあその友達が、ああ、じゃあこれ儲かるんだって言って、バンバン売りを出したら、その、そこで誰かが売ってるっていうので、で、自分はそこ手締まりして利益を取るっていう。なので、あの、ひたすらこうみんなでババ抜きをやってるっていう状態なんですよね。なので、あの、仮想通貨儲けられるよって言ってる人って、あの、インフルエンサーがやると、多分ほぼ100%儲かるんじゃないかなと思うんですよね。 例えば僕、その、今、じゃあ1万27000人ぐらいの人が見てるんですけど、で、ツイッターのフォロワー数が180万人ぐらいいるんですけど、で、あの、マニアックな仮想通貨とかで、あの、この仮想通貨絶対上がるんだよねっていうふうに書いて言ったとして、で、僕もそれ買うんですよ。ビットコインは遊びの賭博なら面白いと思うけど、インサイダーや相場操縦がやり放題の市場に大切な財産を預けるのは、 やめた方がいいと思うのですよ真面目に税金払うとそんなにえしないしビットコイン約4割を1,000人のクジラが保有か売買で結託の恐れじゃあ例えばじゃあ,あのマイナーな仮想通貨を1,000万円分ぐらい買おうとしますとしたら爆上がりするんですよね。 で、僕がそれ言って、バカ上がりしてるっていうのがツイッターでも書かれて、で、切り抜きとかでもなって、あ、じゃあ買った方がいいよねっていうので、騙されて、そのバカ上がりした価格で買う人が出てくるんですよ。で、バカ上がりした価格で僕は売るんですよ。うん でも、あの、その要は、僕がそのなんか儲けたよって情報が伝達するまで、やっぱり1日とか2日とか3日とかかかるので、その間にずっとバカ上がりしてる、バカ上がりするんだ。で、ちょっと下がったら、あ、お買い得じゃんとか思うバカがいて、また買い続けるってのがあって、僕絶対損しないと思うんですよね。仮想通貨買い煽りをすると。で、あの、仮想通貨の買い煽りって合法なんですよ。 あの株でこれやると違法なんですけど要はその,あの風評のなんちゃらってやつでこの株儲かるよって言ってあの自分が持ってる株の買わせようとする行為って違法行為で捕まっちゃうんですけど仮想通貨ってそこがまだ判例がないので買い煽りをしたとしても今のところ日本で捕まった事例ってないんですよね。 なのであの、まあ、合法だからやってもいいじゃんっていう考えもあると思うんですけどただまあ考え方として結局その人を騙して金稼ぐのはいかがなものかっていうふうに僕は思うので僕はやらないしそれをやってる人ってあ風雪のルフっていうタイプなんだよなと思うのであのドバイ在住であの。 仮想通貨とか進める人、知ってる人で、儲けてますっていう人見ると、あ、まあ確かにそれは人騙せば儲かるけど、それで儲けてますっていうのってどうなのっていうふうに思ってたりはします、ね。はい。あました。チャンネル登録お願いします。Who's fault? It's our fault or your fault?Who's fault?Okay, o w h o s f a u l t いや、やいや、今つらいですよね。どこいるんですか、うん <laughs>